bubki son. ネタはいつもハゲばかり。五十肩がつらい毎日、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は日曜日ということで、お休み最終日でしたということなんですけど、いかがお過ごしだったでしょうか。今日のこちらの方面は、はい、快晴になりましたですね。昨日はパラッと降って、もうすぐ晴れてきた。暑かったっすね。でも3日前のはなんかすごい体感的には暑い感じがしたんですけど、どうだったですかね。テレビの方では群馬でしたっけ、群馬のなんとかっていうところがなんか40度超えとかのぐらいですね。ストーリーの方でもね、すごい暑すぎるとか言ってね、なんか言うておりますですけど、皆さん熱中症気をつけてくださいね。でもじいちゃんとかも結構倒れてるみたいですよね。いやー、どうなん今か、なんかちょっとやっぱ梅雨っていう梅雨がなかったのかなとか思いながらね。まあこれでこう湿度がうわーっと上がってるの、暑さやったらもう死にますよ、はっきり言ってね。もう何もしたくないっていう感じになりますけどね。はい、わかるわかる。さて、今日の朝ですね、7時から1時間にわたって、ライブをされておりましたバンキシャの吉野さんですね。備前の8アカウントで、1時間、備前の8の紹介、もう株の紹介もされたんですかね。私も途中からちょっと見たんですけど、いやー、早いですね。お休みでもこう早く起きてこう動くというね、本当少年的な感じなのか、それともね、もうじいちゃん的な行動なのか。しばかりますかね。はい。されておりました。まあ、真面目に、蜂の紹介をされておりまして、まあ、途中で私がまた肩入れましたんで、ちょっと方向がずれてきちゃったんですけど。まあ、それで、この後、片付けに行くっていうのが、またなんかお出かけされるみたいで、この行動はいつも自分上がってないで、どこ行きなのかと思ってですね。なんか片付けって言ったらですね、なんか、じいちゃんのとことか、そういったとこなんですかね。なんかちょっとよくわからないですけど、ただ、車乗って結構走ってるような感じなので、どこなんだろうかと思って、でも全然違ったりしてですね。まあ、そういう感じでした。昨日の話はどうだ？昨日結構ライブ立ち上がってましたよね。しのぶさんとかも立ち上がったんですかね。はい、りょうとさんですかね。R マークの方ですかね。あと、佐藤島さんもそうやし。あと誰がおったっけ、ね、あ、そっか、ハイブエレメントさんとかもおったし。あと誰がおった、なんかおったよね。はぁ、もうちょっと、もう名前ももうみんな外人さんやからじゃないか。英語なんで。どこが外人やって。俺らからすればお前が外人やって言われそうですね。はい、すいません。でした。はい。今日の夜ですかね。マッサラ DJ さんがライブありますね。8時から。ブラキリス。7株のみということでですね。はい。あっという間に売れてしまうんだと思うんですけどね。だから手乗りっていうのがもういやらしいよね。なんかよく分かったんでしょ、ね、もう狙い定めていくというような感じで、よろしいな、いくらぐらいなんやろうね。8にブラキリスでしょ、絶対買い切らんな。もうそんな感じがしますね。はい。しょうがないっすね。あとどうでしょうか、ちょっとプラバチの方も昨日はちょっともうなんか疲れとったっすね。もうバッターンってもう倒れてしまった。もう木は作ってないですね。とりあえず、インスタ、オークションは、ぼちぼちやめようと思います。もう自分も大変っていうのもあるんですけど、もうちょっといいかなーって感じなので、もう今作ってるやつはもう普通に販売しても、誰か好きな人どうぞ買っちゃってーっていう感じで、もう買わなければ自分で作ったら使ってみますって感じで、やっていこうかなーとか思います。
まあ、引き続きちょっと作っていこうかと思います。まあ、どん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 作って残ればですね、はい、誰かイベントがあったら そこに送りつけて売ってって言って言っても面白いかなとか思ったりね、はい、してるんですけどね。やっぱあれですよね、イベントとか行って言ったら、まあ5個とか6個とかやったら話にならせんよね。やっぱ10個20個は持っていかんとやっぱダメなんでしょうね。ああ、10個でも少ないよね。吉部さんが演芸やろうぜで、春の演芸やろうぜですか、その以前とか言ったら、まあ、ずらーってやっぱ、いろんな種類のね、色もそうですし、サイズもそうですし、形もそうですし、ありましたもんね。やっぱそういったお客さんっていうのはちょっとこう、買いやすいのかなってやっぱ思いますよね。まあ、手に取って見れるっていうのもあるので、はい。でもそっか、今サイズ展開は 1,2,3,3 種類しかないですかね。あ、私の場合はサイズ云々じゃなくてもデザインですからですね。はい、絵が 何パターンできるかっていう話で、で、グラヤマパターン、節子パターン、あとなんか生きてるパターン、ちょっと可愛い系パターンとかね。なんかこう色を塗ったりするっていうのもいいんでしょうけど、もう実際もデザイン重視でやっておりますので、実際これにこう植物入れて水入れてとかで考えると色落ちるよねっていつも思うんですよね。そのニスを塗ったりとかね、なんかそういう、ね、最後に仕上げするじゃないですか、することもあるんですけど、でもなんかね、やっぱちょっと剥がれる可能性が高いので、なんか今やってるグルー系とこう絵を描いてるっていうのが一番合ってるのかなとかって思うんですけどね。あと何ですか、転写系ですかね、あれもいいんですけどね、あれもなんかちょっとこうミスというか保護するやつをしないとダメなんでしょうね。まあ、基本は鉢は消耗品というふうに考えていただければね、まあ、使えばボロボロになるしっていう話ですし、あれがずっと永遠にとってはなかなか難しいところもあって、まあ、陶器とかであればですね、また違うんでしょうけどね、と思います。はい、じゃあこの続きはまた後で。はい、パキポキさんのぼやき続きですということで、ちょっと、今現在8時10分になってみましょう。だんだんちょっとこう日が、昇ってきて暑くなってき始めてますね。今日は34度とか、ちょっと暑い感じみたいですよ。はい、まあ何がいいって、まあ天気が良くなって良かったなっていう感じですよね。はい、まあ今ちょっと福岡の方に走っておりまして、いやー、田んぼみどみどしそうですね。水はどうなんやろうかね、ここ何日かの雨で足りたのかな。全然足りるわけないよね。はい、毎年毎年水不足なんでしょうな。なんだかんだ言ってもね、こうやって農家の方も頑張って、されてますよね。一時期はもう農家を廃業してどうだっていうね、話まであったんですけどね。どうなんでしょうか。そんな感じで思いますが、はい。あとどうかな。そうね、イベントごとって言ったらなんかあるとかやな。なんか吉野さんが言ってましたね、倉敷だとか兵庫だとか、なんか、行きますとかって言ったんで、まあ、結構備前の鉢ですかね、なんか展開しておりますよ、かなり。はい、で、手元に残るような仕入れ方を今しておりますよっていう話でしてましたね。でも本当置く場所なくなるやろね。いつもライブされてるところももういっぱいいっぱいになるじゃないですか。すごいよね。でもあんだけの数を在庫できる財力がある吉野さん、やっぱさすがやな。やらしって。まあそんなガッポガッポってわけじゃないと思うんですけどね、結構薄利でやりそうじゃないかなとか思うんですけど、一つパリンと言われたらもうほんと真っ青でしょうね。
なかなか梱包もね、なんかすごい大変そうで、まあ段ボールもまあ新しいの買ったでしょ。うん。で、ちょっとこうバンクシャーって言って、ハンコをね、ハワイアンなんとかさんっていう方が、消しゴムハンコですかね。あれかわいいですね。はい。3つのこう、乗ってですね。はい。で、なんかステッカーも作っちゃいますとかって言って、なんか赤、赤、青、黄のなんかこう、色のやつだったんだ。もう思いっきりなんか信号機って言ったら違うわって、ラガヤ、ラガヤ、レゲエですかね。はい、レゲエカラーみたいですけど、はい、失礼しましたっていう話なんですけどね。はい、いいですね。私もなんかこう、ハンコみたいなのを作ってみたいですね。はい、まあ、可愛らしいやつね、なんかあったらいいやなかろうかと思います。はい。さてさて、あ、結構晴れとるけどな、奥の方から曇っとんな、どうなんやろな、中途半端な感じでちょっとこう風が吹いてくれておけばそんなにね、なんすか暑いっていうことはないと思うんですけどね、中途半端逆になんかガーッとこう日が出て、いやー暑いわーってなる方が大変ですよね。あ、もう毎日今寝苦しいです。はい、昨日もどうだったかな、昨日ももうなんかもう意識朦朧としてパターンで、ね、寝不足になるっすよね、この時期 ね寝苦しかったらね、あ、朝までこう快眠中わけにはいかんことはですね、あ、朝方がやっぱ涼しくていいんですけどね、もうそれ以外はもうなんか寝苦しいって感じですよ。はい、さて、あとインスタでオークションして、ストーリーオークションしておりますが、どうやらこれで終わりそうですね。はい、なんかそんな感じがします。よかったです、よかったです。なんかね、またすごいいい値段つけていただいたなと思ったんで、ありがとうございました。はい、さて、あと、なんかあるかな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 、告知することも別になんもないし、そうっすね。ないっすね。あとはもうちょっと今から吉野さんの、朝歌を聴いて、また頑張っていこうかなと思ってる次第であります。はい。じゃあ明日からまた仕事っすね。頑張ってくださいね。ということで、はい。じゃあ今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様でーす。で、ゲリージー。負けない。